おつの枯れ様でございます。火曜日でございます。今週末オークスが行われますが、市場馬体診断行きたいと思います。今週のギャロップです。いつもありがとうございます。さあその前に缶のパイしたいと思います。いや今日はいい天気でしたね。昨日結構雨降ってて、ジョゼフィーノを、動物病院連れてって、雨の中動物病院行ってきましたよ。さあ行きましょう。あ、それと、久々にタカさんと昨日飯食ってきました。オツのカルソンでございますでーす。オークスなのでちょっとね女の子っぽいっていうかね色になっておりますけども、さあ行きたいと思います。ちょっと待ってください。カトリーヌ・ジョゼフィーヌが元気です。ちょっと待ってください。ほらちょっとやめろ、ほらやめなさい、やめなさい、そんな怖い声出すんじゃない。お待たせしました。はい、さあ行きましょう。これはステレンボーシュが人気になるのかな。さあ 2400m ですから、一気に桜花賞から 800m 伸びるんですね。ですからまあこの春ぐらいで、まあ、成長度のある馬がよく馬券には絡んできますが、やっぱり2400投げんじゃねえかっていう馬いますのでね、そういうのを見極めていきたいと思うんですけど、そこまでね全部わかんないんですけど、まず行きましょう。この4頭からドーン牝馬です。比べてください。ステレンボッシュ、アドマイヤベル、そんな感じですね、こんな感じですね。じゃあこちらから人気になるであろう、ステレンボッシュ、パッと見た感じ、まあ、曇りの日なんですけど、あばらが出てるのが分かりますね。うっすらともうあばらが浮き出てますけど、前走馬体減だったんですよね。それがねすごい気になって、私押せなかったんですけど、今回もなんかあんまり成長感じてない感じがするんですけど、まあでも2400は持つ体型してますよね。胴長っていう感じしますよね。いい形はしてるんですけど、どうなんだろうね。まあ国枝先生がアパパネとかアーモンドアイと同じぐらいのね雰囲気はあるって言って、もう2歳の時から大人っぽいっていうふうにねおっしゃってたので、この南アフリカの都市名らしいんですけど、ステレンボッシュって、その町は、多くの並木道があるらしいんですよね。名前になんかちなんできそうな感じもしないでもないですけどもね、まあでもなんかパッと見はね、っていう感じなんですよ。さあその下がアドマイヤベル、アドマイヤベルの方が肉付きいい感じしますね。この馬も綺麗なかっこいい馬ですね。たけし君が乗ってくるのかな。そうね、フローラステークス1着1分59秒、まあいいタイムですよね。いいですよ。うっすらとうっすら銭形出てますかね。こっちはうっすらこっちのあたりとかこの辺銭形出てます。さあ続きましてライトバック、桜花賞ですごい足で3着まで来ました。気象的に難しいところがあって、後ろからゆっくり行くスタイルになるだろうとは言っておりますけどね。さあでもいい肉付きね、しておりますよね。だからオークスはそのスタンド前ですから、お客さんの歓声が、まあ、普通の時と違いますからね。それでどうなのかっていうの、テンション上がったら危ないらしいんで、まあ、後ろから行ってどこまで、でも後ろからさせるほどの3着も難しいんじゃないかな。後ろから行きすぎたら18頭ですからね。さあ続きましてスイープフィート、こちらも桜花賞後ろからやってきて4着ですか。スイープフィートね、いいですよ。銭形文様出ております。お尻から背中からいいですよ。いい、これもかっこいい形してますね。あちこちに白が入ってますね。これも素敵です、メリハリで言ったらこっちの方がありますもんね。はい、いいと思います。
さあ続きましてこの4と点、はい、まずはこの馬から行きたいと思います。クイーンズウォーク、桜花賞は負けました。桜花賞は8着でしたけど、まあ、中で包まれてしまったんですけど、まあ、綺麗にすっきりといい立ち方馬体張り、してますね。オークス狙いで前走走ったんじゃないかなっていうね、節もあります。その前がね、クイーンカップは東京遠征ね、慣れさせるためにって言って、まあ人気になるでしょう。川田ジョッキーが選んだ馬ですからね、うん、もういいです、雰囲気です、毛前はいいです、うん、面白そうですね、力発揮しそうです。さあそしてチェルビニア、これはどうなんだ、なんだろうな、ちょっと幼い感じしますね。木村厩舎の馬なんですけど、まだまだちょっと幼いかな、木村厩舎の馬にしちゃちょっとってね、うん、感じがします、うん。さあ続きましてミアネーロ、おー津村ジャッキーが乗ります。若干この後ろ足が長い感じで、ウエストがあれ巻き上がってんのかなっていうぐらい、すっきりしてるんですが、まだこちらも幼い感じがしますね。トモのねこの辺なんかいいんですけどね、この割れてるじゃないですか、この辺なんかいいんですけど、この辺がまあちょっと女の子って感じで、この辺ももう少し力強くなってほしいかな。ただレースにレース中かなり操縦性がいいって、津村ジョッキーこの馬で大きいとこ取りたいって前走終わったって言ってるんですよ。だからかなり、素質を買ってるんじゃないでしょうか。紐には入れたいですよね。紐人気になっちゃうかな、ドゥラメンテさん、はい。さあそしてタガンのエルピーダ、肌ツヤ筋肉モリモリいいですね、うん、いいですねこれね。ただこれだと2400どうなんだっていう感じもしないでもないですよね。ちょっとマイラー寄りな2000までの馬なのかなっていう雰囲気はありますけど、調子が良かったら2400もね馬券内ぐらいあります。さあ続きまして、はい、足毛ちゃん小金の空、もうこれネーミングだけで買いたくなっちゃうんですけど、いいともしてますね、でかいですね、ゴールドシップサンプ、うん、ちょっと足毛で白いんですけども、おまあでもこれもまだ幼い感じがしますね。この辺が気候が抜けてないのでね、もうちょっとガッと盛り上がってきて、首がこの辺が太く見えてくるといいですよね、うん、胸は深いですからね、気候抜けたらもっと良くなります。ただこれは面白いと思います。雨降ったら面白いと言ってますよね、うん、しぶとい馬をね見つけたいな。さあそして、はい、前走フローラステークス2着のラバンダ、これも筋骨隆々、これ前 NHK マイルカップに出てきてほしかったなっていう筋肉しますよね。これすげえの、このとも2400 いらないだろうっていう、この筋肉ちょっともう言っときますけどナンバーワンですよこれ。これな16002400どうだろう、でもうなってる感じがして買いたくなっちゃいますけど、ちょっと重い感じはしますよね、重い感じ、うん、筋肉がすごすぎるのかなこれ。いや悪くはないよな、ただな2000どうなん、2000で2着でアドマイアベルにね、うん、でもあるね、こういうでもこれは紐の紐ぐらいに入れとかないといけないかな、なんていうね筋肉してます。じゃあこれちょっとあれと比較してみましょうか、クイーンズウォークと、クイーンズウォークこんな感じです、こんな感じです、クイーンズウォーク、トモから胸から、はい。そしてタガノエルピーダ、いいですね、あーいいですね、いいですねこれもね。さあそしてラバンダでんすごいなこれね、2400ちょっとどうなんだろうってね。さあそしてあと3頭です、サフィラ、ホーエリート、エセルフリーダ、この馬たちもね穴としたら面白い馬たちですよ、もうケズヤみんないいですね、いいですね、はい、悪くないですよサフィラも、うん、これもちょっと胴が長いから2400だ、2000から2400大丈夫でしょ、初くらい、ほうほうほう、うっすら銭が出てますかね、
いいですよ、いい筋肉のつき方ですよ。はい、さあこちらも明るい色ですよ。仕掛けと書いて影です。ホエリート、ああ、なんかこれなんか2400に買いたくなりますね。あれこれどうなんだろう、原くんが乗ってくんだな。フラワーカップ2着だ、3月のフラワーカップ2着ミアネーロに負けはしたんだけど、確かね一角で下げたって言ってたんですよね、うん、思い通りのレースはできなかったと言ってます。でフリージアはちょっと不利があったんですよね。この辺来たら穴だろうな。あ、でもこれ2400いいんじゃないですか。これ意外と面白そうですね。さあそしてこちら、これもちょっとやる気満々な雰囲気ありますよね。うん、悪くないですね。 SL フリーダ、北サンブラックサンクか、あ、ミモザで勝って、うん、3月にレースやって、大箇所より前ですよね。そして間開けて出てくるっていうのはちょっと穴っぽいところありますね。さあこの中で、いやーどうだ、2400、オークション2400を走るのに筋肉で言ったらクイーンズウォーク、タガノ LP だ、ラバンダあたりなんですけど、これね、これ2400を考えた時にちょっとステレンボッシュはね、能力あるんだけどちょっとこれは押せねえな。だったら、だったらアドマイアベルは、アドマイアベルは、ああいいです、ステレンボッシュよりアドマイアベルの方が私はこの時点ではいいです、好きです、はい。あとはもうこれか、クイーンズウォークはこれはもう皆さんがもういいって思うような雰囲気ありますよね、うん、これもいい。ただ穴っぽいところで津村くんには悪いけども、この辺だろうな、ああこの3頭は穴ですよね。サフィラ、ホーリエとエセルフリーダ、この中だったら、この中だったらエセルフリーダかな、うん、あとは明日の調教と陣営のコメント次第ですけどね。いいです、いいです、この5年、去年までの5年間10番人気以下の馬が1頭来てますので、まあ 1番人気は硬いかなっていうところなんですけど、まあ上位人気と穴馬っていう組み合わせなんですけど、もしかしたら10番人気以下が2頭ぐらい絡む年があってもおかしくはないんですけど、まあ2400ですから力のある馬が、まあ、来るとは思います。ちょっとねステレンボッシュ、戸崎啓太ジョッキーがモレイラさんのちょっと乗り換わりになったんですけども、ブラジル帰るらしいのでね、向こうの G1 に一発乗って帰ってくるらしいので、その代打が戸崎ジョッキー、いやエピファネイア、あ、お母さんシーザリオじゃないですか、シーザリオの関係の馬がずっと来てますもんね、うん、これは外せねえか。ただなケズユがね、ちょっとあばらがなっていうね、大箇所の時もすっきりして、え、これ来ねえだろうと思ったら来ちゃったんですよね。うん、そっからその成長ないんですよ。友とか大きいんですけど、胴長で2400は行きそうなんですけど、あばらが見えすぎじゃねえかなってね、まだまだ分かりません、うん、ということで皆さん、はい、ということで皆さん缶のパイしましょう。最後にオツの軽さまでございました。オクス取りたいですね、穴馬探しましょう、はい、軸が硬いのか、まあ分かりません。何年前だ、2004年だったかな、2000そのぐらい前だったかな、ダンスインザムードが 1.4 倍の断然人気でこけたんですよ。もうこけたって言っても4着、鼻差4着なんですよ。 1.4 倍が負けるレースでもあるので、穴馬も探しますが、人気馬のジャッジの方もしっかりとしていきたいと思います。それではオツのお疲れ様でございました。これにしてもあれだね、すごい筋肉してるね。2000までかな。